どうも、サムライです。本日やらせていただくのは、無限に自動化できるお金稼ぎ、その完全版をやっていこうと思います。サムライゲームズやっていく。では、早速やっていこうと思うんですけど、そのお金稼ぎで一番重要になってくるのが、今こちらで寝ていらっしゃるニーフィアさん。このニーフィアさんを完全にお金稼ぎ仕様に育て上げた時にできるものなんですよ。ただレベルを上げてもできない内容だったんで、ぜひ最後まで見て実際にやってみていただければなと思います。そしてそれを稼働させるためにも、ストーリーの方を全部制覇していただいて、その後開催される学校最強トーナメントっていうものに参加できるようになってなければならないんですけど、それに関しましては実際にやってみた動画を以前出させていただいておりますので、もしよければこちらも参考にしてみていただければなと思います。じゃあ早速ですね、ニーフィアさんの育て方についてやってきます。今回育てさせていただくのはこちらのイーブイさん。特性が危険予知っていうことで、こちら夢特性になってます。先日イベントで開催されていた EV レイドで手に入れた EV さんだったんですけど、もしですね、危険予知の EV さんを持ってないっていう方がいらっしゃいましたら、星6と星7レイドバトルでゲットできる可能性のある特性パッチというものをゲットしていただくか、この動画の最後の方に喜んでもらえるような情報を用意しておりますので、それでゲットしていただければなと思います。そして技がハイパーボイス、テラバースト、噛みつく、スピードスターってなってるんですけど、これに関しましてもハイパーボイスさえ覚えておけば大丈夫です。普通に覚える技じゃなかったんですけど、技マシンでつけることができますので、そちらを用意してつけてみてください。そして今日はこの EV さんそこまではできていますので、あとやっていくのはこちらの HP 最高、特攻かなりいいとかってなってる部分を全て最高の状態にして、性格的に今防御が上がりやすく特攻が上がりにくいっていう風になってるんですけど、そこを適正なものに変更し、さらに努力値と言われるポケモンの隠れステータスみたいなものを適正に割り振るとこまでやって完成としていこうと思います。それと最後にニーフィアまで育てる方法ですね、ついでに実際にやるとこまで詳しく解説させていただこうと思います。それではまず努力値と性格を適正にやっていくんですけど、性格はアイテム一つで簡単に変えられるんでいいんですが、努力値に関しましては510という隠れステータスを1箇所につき250に行って上限が決められているもので振り分けをしていくんですけど、まあ今回ですね、同じように買っていただければ大丈夫なようにしてあります。順序も完全に真似ていただければ間違いないので、ぜひ参考にしてみてください。それじゃあまずですね、今説明したものを買いに行ってみようと思います。その辺のアイテムは全てですね、今回お金で買うことができるようになってるんで、今までに比べてめちゃめちゃ楽だと思います。場所はですね、こちらテーブルシティにあるこのラッキーズってとこになります。外観はこんな感じですね。ここで買っていただきたいのがこちら、ポイントアップもしなければ3つ、そして性格を変えるミント、控えめミントを1つ、それと先ほどお話しさせていただいた努力値を1個あたり10上げるこのマックスアップからインドメタシンまでの商品、このリゾチウムだったら特攻の基礎ポイントを上げるっていう風になってるんですけど、これ1つで特攻の努力値が10上がります。252がマックスなんで、これを26個購入してください。バッグの中にある程度入っていれば26個になるように買っていただければ大丈夫です。あとは素早さを上げるインドメタシンが18個、これで素早さが180上がりますね。最後にブロムヘキシンが8個です。この3種類を今お話しさせていただいた個数分だけ買ってみてください。そしたら早速忘れないうちにアイテムの方を全部使っていきましょう。まずは控えめミントで EV さんの性格を変えていき、ポイントアップで EV さんのハイパーボイス、これを上げていきます。3回上げることができるんですけど、そうすると使える PP、これが16になってますんで、ここまで上げてください。そしてここから努力値を上げていくわけなんですけど、この順番がめちゃめちゃ大事なんで、今回の方法と同じように上げてみてください。まず最初にリゾチウム、これを EV さんにマックス26個上げていきます。これを上げると260増える計算になるんですけど、1つのステータスあたり252がマックスなんで、その分だけ上がったようになってますね。
続いてインドメタシンを18個上げていきます。これで素早さの努力値が180アップしたことになってるんですけど、これをやっていただくと学校最強トーナメントで出てくるサンダースやマスカーニャっていうポケモンより早く動くことができるようになるので、今回の放置お金稼ぎで事故ることがなくなります。そして最後にブロムヘキシン、これがマックス8個までしか与えることができないので、これをマックス8個与えていきます。80上がる計算ではあるんですけど、ここまで上げていただいた努力値が510をオーバーしてしまうため、ここで実際に与えられている努力値は78になっております。これでさらに安定するので、この流れで与えていただければ完璧です。510マックスまで努力値を振ることができました。あとはこのステータスの部分を全て最高レベルにしていくんですが、これに関しましては同じようにテーブルシティにあるこちらデリバートポーチに行ってみてください。外観はこんな感じですね。ここの雑貨売り場、この一番上にある銀の王冠ってものを最高になってなかった個数分だけ買ってみてください。このアイテムで全て最高レベルにすることができます。ただこのアイテムって普通に使えるわけではなくて、使う場所っていうのがあるんですよ。その場所がこちらフリッチタウンにあるポケモンセンターから奥側に見える雪の王、その隣に立っているおじさん、このすごい特訓って言っているおじさんですね。この方に話しかけていただくと使うことができるようになってます。話しかけるとすごい特訓ってものができるようになってるんで、ここで EV を選んでいただき、先ほど購入していただいた銀の王冠を使ってきます。これで最高になってない部分、攻撃と特攻の部分が王冠マークになってないんで、ここにチェックを入れて特訓開始完了。このようにしていただくと、最高ではなく鍛えたっていう風に出てるんですが、この鍛えたっていう風になっていると最高と同じ値になってるんで大丈夫です。ここまでくればステータス部分は完全に育てることができました。あとは実際にニーフィアに育ててレベル100を目指していくんですけど、ニーフィアに進化させる方法としましては、まずフェアリータイプの技を思い出させていただき、これは何でも構わないです。ただハイパーボイスは使うので、それ以外を変えてみてください。フェアリータイプの技を一つ覚えている状態で、さらに夏輝度を上げた状態、そこでレベルアップをすると進化することができるようになってます。その夏輝度を確認できるのはこちらカラフシティにある噴水近くにいる女性に話していただくと分かるようになってるんですけど、こちらマリルを連れている女性ですね。この方に聞いていただければ、このようにいい感じに仲良しだね、でもまだまだ仲良くなれるはずという風に教えてくれます。ここがいい感じに仲良しだねっていう風になってると、レベルを上げた時に進化するので、レベルを上げてしまって大丈夫です。一応その仲良し度っていうのを上げるために安らぎの鈴とかを使うとより上がりやすくなったりはするんですけど、この方法を試すの3回目なんですが、なんとですね、今まで使ってきたアイテム、それを与えるだけで進化条件の仲良し度まで上げることができておりました。おそらく大丈夫だと思うんですけど、一度確認してみてください。もし足りてなければですね、その安らぎの鈴を持たせた状態でその辺を歩いたりバトルしたりピクニックしたりしていただくと簡単に上がるようになってます。今回はですね、飴が結構あったんで、こちらの経験飴を使い一気にレベルを上げていこうと思います。さあ、これで EV をレベルアップ、一気に100。おや、 EV の様子がこれでニーフィア誕生です。という感じでニーフィアさん育て上げることができました。あとは持ち物にお守り小判っていうものを持たせていただきたいんですけど、これに関しましてはチャンプルタウン東にあるポケモンセンターにいらっしゃるこちらポケモン勝負してますかおじさんのミッションをクリアすることでゲットできるようになってます。持たせているだけで賞金が2倍になるんでね、ぜひこれは取ってみてください。そして最後にやり方についてですね、この学校最強大会って言ってる方の目の前で、あとは A ボタンを連打していただければ無限に勝ち続けて賞金を放置した時間分だけ稼いできてくれるようになります。ただ注意していただきたいのが、ここでパーティーメンバーはニーフィア1人だけにしておいてください。2人とかになってしまうと途中で交換しますかっていうやつも入ってしまうんで、連打だけでできないようになってしまいます。あとこういうのって連打できるコントローラーでずーっと連打していただければいいんですけど、おそらく押しっぱなしじゃないと連打ができないっていうコントローラーをお持ちの方結構いらっしゃると思うんですよ。その場合にはですね、
このようなコントローラーに他のボタンを押さないように輪ゴムを取り付けていただいて、あとは連射ボタンをスタートすると簡単にできるんでね、ぜひこの方法でやってみてください。私はいつもこの方法でやってます。一応概要欄の方にですね、同じようなコントローラーのリンク貼っときますので見てみてはいかがでしょうか。一応今回のお金の上限が999万になってるんで、そこになる前に何かアイテムを買っていただいたりするとまたいくらでも稼ぐことができるんでね、貯まったら何か買って、貯まったら何か買ってっていう感じでどんどんアイテムとお金増やしてみてください。いつも寝る前とかにそれを起動しておいて、朝ちょっと時間を過ごしたらそれを止めるっていう風にしてるんですけど、一晩でだいたい、まあ寝る時間にもよると思うんですけど、このぐらい稼ぐことができるようになってます。という感じで本日の動画は終わらせていただくんですけど、これからもですね、このサムライゲームズでは攻略や検証、そしてここでしか見れないような動画などを出していけるよう頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。